皆さんこんにちは、ゆうチャンネルです。今週末のイベント紹介です。あ、そう、今日99回目で次は100回目です。はい、まあ、いいや。今週の金曜日からいきます。金曜日は、はい、こちら EDM ミュージックフェスティバル、フューチャリングフューチャーボーイズウェルカムトゥーザパーティーです。そうなんです、今回のゲストがフューチャーボーイズというアーティストで、2人組の、男性ユニットでシュンとウェインという2人による、新世代ユニットです。作詞作曲を自分たちで行っていて、で、まあ、ジャンルはエレクトロ、ヒップホップ、ポップを、融合させた、洋楽テイストとなっています。なんか YouTube で結構話題になっていて、ミュージックビデオが6万回再生超えという記録を更新まだし続けているトラックとかもあるみたいなんで、YouTube とかでフューチャーボーイズって検索してみてください。であと、他のゲストは、小森さん、そして IMAL さん、あと、そう、今週、情報解禁になった、大志ダンさんも、参加しますので、皆さん、金曜日遊びに来てください。続いていきます。今週土曜日は、こちら、セッションです。今回のゲスト、ピーター・ベイリーさんですね。ちょっと前の話になってしまうんですけど、ネリー・ファタードとか、ポルトガルの、R&B 界の女王みたいな、すごい可愛い、私も大好きなアーティストがいて、その、大ヒットチューンの Say It Right のリミックスがとてもヒットして、その後も、なんか小野陽子さんとか、宇多田ヒカルさんなどのメジャーシーンからもオファーが絶えない、このアーティスト、なんですが、今週の、13日の金曜日、ジェイソンの日です。黒猫を見ないようにしてください。この日に、ピーターさん、新しいリリースが、セッショントラックスより、出るので、ビートポートの方を皆さんチェックしてください。セッショントラックスで、出てないと思うけど。はい。で、そう、1階とかもこんな、フライヤーとか作ってて、びっくりしたんですけど、デンさんがなんと、セッションに出るということで、ちょっと応援しに行かなきゃと思ってます。はい。そんな感じで、99回目、次100回目なんですけど、ちょっと、100回記念はどうしようみたいな話をしていて、ちょっと変わったところで撮りたいな、みたいなことを考えています。なんか意見とかあったら、どっかに書き込んでください。それでは、今週末もウームでお待ちしております。セルビアンタワー。これセルビアンタワーね。渋谷。あ。